どうも、えのきでございます。よろしくお願いします。今年入ってすぐのニュースといえばやっぱりゴーンさんですよね。なんか名誉会長もされていて、まあ、最近なんかニュースで言うと、まあ、髪の毛が突然増えたんでカツラになんじゃないかみたいなニュースがちょっとありましたけども、まあ、ちょっと前に現役に復帰したんだけどなかなか出場出番がなくてね、まあもう一回見てみたいですよね、ゴーンゴールを。どうもありがとうございました。